その僕劇団とか、うん、その舞台でやっていこうって思ってた時にお医者様、うん、例えばブラックジャックみたいな役をやったとしても、うん、アンケートにあのジョイさん良かったですみたいな、ジョイじゃないんだけどみたいなそうかので悩んでた時期があって、うん、僕が出ることによって、うん、女の子なのか男の子なのかが気になって話が入ってこないとかみたいなアンケート書かれてて、みたいな、なるべくならお芝居で食べていきたいからっていうので、その声優さんっていうのがあるよって言われて。